ロブリグルはアメリカ合衆国の俳優、コメディアンである。1970年、ケンタッキー州、ルイビルに生まれる。2歳の時に家族でカンザス州へ移住。地元の高校を卒業後はカンザス大学へ進学して美術と映画を専攻した。パイロットの免許も取得しており、エンターテイメント業界で活躍する前の1990年から。 米海兵隊予備部隊として活動しており、リベリア、コソボ、アルバニア、アフガニスタンへ赴任して、中佐として軍に従事した。俳優などとして活動し始めた後も、米軍に所属したスタイルだったが2013年に完全に引退し、23年に及ぶキャリアに終止符を打った。スタンダップコメディアンとして、キャリアをスタートさせ、同じくコメディアンのロブ・ヒューベルと組んだコンビによる、 活動で徐々に知られるようになっていった。2004年からは人気テレビ番組サタデーナイトライブへ出演し1年間のレギュラーを務めたほか2006年からはアメリカのコメディ専門チャンネルコメディセントラル内で放送されていたザ・デイリーショーへも出演。持ち前のコメディセンスを活かしコメディアンとしての不動の地位を築き上げた。サタデーナイトライブに出演していた頃から 俳優としての活動も活発化させており、現在に至るまでに、ウィル・フェレル、アダム・サンドラーなど、名だたるコメディアンたちと共演。ジム・キャリーとジェフ・ダニエルズが、間の抜けたコンビを演じたコメディ映画、ジム・キャリーはミスター・ダマーの続編、帰ってきたミスター・ダマーバカマックス、や、イギリス出身のサイモン・ペックが主演した、ミラクル・ニール、などへも出演し、順調にキャリアを重ねている。 2000年にティファニー・リグルと結婚し、現在は二児の父親でもある。ありがとうございます。